よいしょ。これはちゃんと誰かが目印をつけている。来ました。今日2匹目、さっきより大きいかな。さっきと同じぐらいか。今日の目的地が見えてきました。養子ヶ原発電所の取り入れ口です。水の取り入れ口です。岩波見えるかな。はい、キヨです。今日は野積川上流漁師ヶ原発電所の水の取り入れ口から上流でイワナ釣りを楽しんでみたいと思います。見えるかな、岩な。あ、すごいな。はい、それでは入径していきます。やっと川への入径口を見つけました。数十年来てなかったんで非常に分かりにくかったです。よいしょ。これはちゃんと誰かが目印をつけている。それでは始めていきましょうかね。最初のポイント、果たしてイワナがいるんでしょうか。いいサイズだなというふうに言ってます。おお、
こからもう川が分かれているのかな。左側が確か東股谷で、右側が真川です。真川の方が川が長いし水量が多いです。とりあえず真川側へ行ってみたいと思います。おーっと、岩の影が見えたんですけど、持っとくかな。反応ありません。あー、小さいような。
じゃあ引きました。来ました、イワナ。はい、今日初めてのイワナ、小さいけどヒットしました。今日最初のイワナです。小さいけど釣れました。はい、リリースしましょう。はい、リリース。いきましょう。ついてきましたね、今。もうダメかな。あっと出たね。ちっちゃかったけど、来ました。今日2匹目、さっきより大きいかな。さっきと同じぐらいか。よいしょ。はい、2匹目。はい。あそこも釣れそうだけど、あそこは向こうから狙った方がいいかな。おー、水冷たい。よし、動いた。いませんね。
ませんね。来ません。いっそよがどこなのにいない。だけど、わからない。わからない。今の出なかった。わからなかったね。フッキングしたけどバレたね。もう一回。だけど、ああかからんね。小さいね。
いい場所。出ません。ここはスーパーゴイズ台だったとこかな。ここ確か行けんかった場所だったと思うんやけどな、昔。ルアーが引けない。おお、すごい。いい場所。フッキングせんな。さっきフッキングしそうだったんだけど、フッキングせんかったんだな。あー。
出てくるけどかからねえ。投げる場所を変えよう。よし。おお。あんな奥におったね、でかいやつ。ちょっとこっから奥は難しいな。でかいが一匹出てきたね、あの奥から。これ以上行けれないですね。今日はここまでかな。もう時間も時間なんで、今日はここまでとしましょう。ご視聴ありがとうございました。キヨでした。分かったけどどこ行った。かかった。こんなところでかかった。帰りに東股谷に少しやってみようと思って入ったら20センチぐらいのような、もう東股谷の本当の入り口。びっくり。